ちは、サンディです。今日はまたまたレビューを持ってきました。レビュービデオすごく好きだな、最近こういうので、今回はダイソーの商品を持ってきました。では始めましょう。では今日はこの日焼け止めスプレーのレビューをしたいと思います。これはダイソーで見つけました。なんかね、見たらね、すごい可愛いなと思って、このパッケージが、このイチゴのやつがすごく気になって買ってみました。で、こういうね、スプレーっていうのはあんまり使ったことないんですよ。1回だけっていうか、去年ちょっと使ってたけど、違うメーカーのね。で、なんかね、あんまりこう習慣的にならなくて、でも今年はもう早いうちにもう日焼け止めとかしたいなと思って、で、このパッケージがすごく可愛くて気になって買いました。これは顔にもボディにもヘアにも使えます。で、匂いはこれはストロベリーっていう匂いなんですけど、で、こちらの方はもう使っているんですけど、本当にイチゴミルクみたいな匂いがします。すごく甘い香りになります。こちらの香りのも買ってみました。で、こっちはこの青いのがミルクの味じゃなくて匂いで、こっちがローズになります。で、3つとも違うのはアロマも違うし、こっちはキイチゴのエキスが入っていて、この青いのはラクトフェリン、牛乳のビタミン E 配合されています。で、こっちはバラのエキスが入っています。こちらもビタミン E 配合されています。多分全部ビタミン E 入ってるんじゃないかな。そうですね。じゃあこちらもちょっと試してみようと思います。で、これは使い方がね、知らない人がいるかもしれないので教えたいと思います。まあ、まずちょっとビニール取りますで、こういう感じでこれを振って肌から10センチぐらい、まあでも私はこれくらいかな、これくらい離してっていう感じで、見てもらえばわかるけど全然白くはなってないし、ここもね、かかってると思うけど全然ね、ここが白くなることもない。そう、あえてこれね、つけてみたの、ここだったらちょうどわかるかなと思って。で、これね、すごい匂い、なんか赤ちゃんっぽい匂いしてる、ミルクって感じ、すごくいい。で、これ勢いが良くて、だからすごいいいなと思って、なんかこう中途半端な感じじゃないからすごくいいなと思いました。じゃあこのローズもちょっと試したいと思います。で、これはもう顔に試したので、次は腕にちょっとやってみたいと思います。で、全然白くなりません。匂いは、あー、いい匂い。なんか私ローズの匂いってちょっと苦手だったりするんだけど、なんかこれはなんかきつめのローズじゃなくて、なんかなんだろう、石鹸の香りとローズがちょっと混ざってる感じ、あのきついローズの香りじゃない。これはいいかもしれない。私はね、この3つの中でこのローズがどうかなって思ったけど、多分ローズ苦手な人でもいける。これはいい。でも、この中で一番匂いが好きなのは、私、やっぱり、イチゴかな。イチゴが一番気に入ってます。で、これが3色。3色あって、各1色が100円になります。まあ、税金入れれば108円になります。で、今、いっぱいね、ダイソーに置かれてるので、もしかしたら人気になるかわかんないけど、まあ、今のうちに購入できると思いますので、なんか最近ね、結構ね、人気の商品は結構すぐ売り切れちゃうんで、今のうちに買いましょう。で、すごいおすすめなのはやっぱりこう香りがついてる。で、ついてるわけでもない、うん、でも瞬間的かな。ずっとだったらちょっとね、嫌だしね。でもすごくいいと思います。はい、ではこんな感じで今日のレビューはここで終わりました。
ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。またね。Cause I'll bring you to the light, and it might taste bitter.